1887年の時刻表表紙、大橋市鉄道は、アメリカ合衆国中西部で、旅客輸送と貨物輸送を行っていた一級鉄道の一つ。路線がカバーしていた地域は、オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、アイオワ州、ミシガン州、ミズーリ州、カナダのオンタリオ州に及び、シカゴ、カンザスシティ、デトロイト、バッファロー、トレドなどの都市に乗り入れていた。 旗をデザインに取り込んだ、シャモンは有名。夜行列車の他シカゴとセントルイス、デトロイトを結ぶ、中高旅客列車を運行していた。同社の貨物輸送上の優位点としては、シカゴやセントルイスを経由せずにカンザス式とデトロイトを結ぶことができたことが挙げられる。トレドイリノイ鉄道とレイクエリーウォーバッシュセントルイス鉄道が、ウォーバッシュ鉄道の原型である。 前者は1853年4月20日に、オハイオ州トレドからインディアナ州へ向かう鉄道路線としてオハイオ州で設立され、後者はインディアナ州内でウォーバッシュ川を越えてセントルイスに向かう鉄道路線として同年の8月19日に設立された。両社は1856年8月に統合され、トレド・ウォーバッシュウエスタン鉄道となった。 この会社はすぐに倒産してしまい、競売にかけられた。1958年10月7日に結成されたトレドオーバッシュ鉄道がオハイオ州内の路線を取得し、9月27日に設立されたオーバッシュ州ウエスタン鉄道がインディアナ州内の路線を取得した。10月15日に両社は合併し、トレドオーバッシュ鉄道となった。この会社は 買収や再編を経て1889年8月1日、大橋市鉄道となった。1887年の路線図1904年、ホイーリング・アンドレー・クエリー鉄道の買収により、会社はピッツバーグへの路線を取得し、ペンシルバニア鉄道とニューヨークセントラル鉄道が独占していたペンシルベニア州への足掛かりを得たが、この拡張政策は失敗で、会社は倒産の末、 1915年に競売にかけられてしまった。再編された大橋市鉄道は1927年にペンシルバニア鉄道の参加に入る。ペンシルバニア鉄道の行動は反トラスト法違反ではないかと疑われたが、株式を通じての支配は同法に違反していないとの司法判断が1933年に下されている。大恐慌の影響で、 会社は再び経営悪化への道をたどり、1931年に債権者の手に落ち、1941年にはペンシルバニア鉄道に完全に買収されることになった。1960年の秋、ペンシルバニア鉄道は、ウォーバッシュ鉄道の路線をノーフォークウェスタン鉄道にリースに合意した。これが実行されたのは1964年、ノーフォークウェスタン鉄道が、 ニッケルプレートロードと合併した時のことである。1970年、ペンシルバニア鉄道の持ち株会社である、ペンシルバニアカンパニーは、ウォーバッシュ鉄道の株式をノーフォークウエスタン鉄道の株式と交換し、ウォーバッシュ鉄道はノーフォークウエスタン鉄道の子会社となった。ノーフォークウエスタン鉄道は1982年にノーフォークサザン鉄道となったが、 大橋市鉄道はその子会社として存続し、最終的に1991年、ノーフォークサザン鉄道に吸収されることとなった。ありがとうございます。